一番最後なんですね。あのお味噌を入れてからの場面だけお味噌してるんですけども、ここはあまり入れていってないですね。3時間ぐらい焼くので、もう石の中心部まで熱が入り込まないと沸騰する力が出ないんですね。今日はあのタイ、メバルと、ホウボウのホスタって料理をしました。まあ、先ほどお魚を入れたんですけども、まあ、最初に今アンザーガンですね、溶血凝灰岩と火山石になりますけども、まあ、炭火で3時間ほどかけて焼いております。まあ、高い時で石の温度が800度から上がるんですけども、まあ、その石を4個ほど入れます。で、最初の石の役目は、まあ、魚をじっくり煮込んで魚の臭みとこのようにアク取りをしていくんですね。まあ、一番のポイントはお湯の温度を徐々に上げていくことですね。結局お湯といっても最初はぬるま湯なんですけど、お魚を入れますとまた多少温度が下がりますので、まあ、最初の石の力を借りて少しずつお湯の温度を上げていくということですね。大体お味噌を入れて仕上げまでの間に、まあ、桶の中を多い時で3度ぐらい沸騰させます。まあ、男鹿半島には生ハゲとこの石焼きというのが、まあ、2代目になるんですけども、まあ、いずれもどちらも数百年の歴史がございます。ただ石焼きに関してはまだお客様の方にこのようにお作りして出すようになってはまだ58年余りです。まあ、昭和39年の年に武蔵京に草案したわけですけども、そうですね、昔は船の上とか岩場でやってた、ね、まあ、沖合でやってた料理を、まあ、あのこのように武蔵京に草案したわけですね。というのは今みたいに機械でないので、手漕ぎの船で沖合に行って収縮を取るのに戻ってこれないので、そのまま船の上でこの段を囲みながら雨桶に海水を入れて獲物を入れて、まあ、昼食を営んでると思います。まあ、そちらの漁師さんの知恵をお借りして、まあ、このような手前の方が味噌味で相談したわけですね。で、これから一度軽く沸騰させますの で、 あと魚が仕上がってましたら、こうお味噌を入れて、こういう力が出ないのに3時間ぐらいかけて、ただこの石もあの使い回しがあまりできないので、石そのものは何度にも焼くことはできるんですけども、このように沸騰する力の出る石っていうのはもう2度ぐらい焼いてしまうと出ないんですね。結局焼いても火力が落ちてしまうんです。この1個の石のおかげで最初に入れた石も地熱を出して吹いてくるんです。まあ、熱を呼び戻すわけですけども、もうだいたい入道崎と、そうですね、入道崎と水族館ですね、向こうの岩場の海の底にこの石がたくさんあるので、しけで寄ってくるんですね。それを一つ一つ、まあ、吟味しては、まあ、拾ってくるわけですけども、もう秋田県特有の石ですね、男鹿半島では。魚をしっかり臭みを抜いて多少1日ぐらい崩す勢いで沸騰させてるんですけども、
とはもう味噌で味をつけていきますので、もう亀裂が入ってくる、亀裂が入ってくる、よほどいい火じゃないと3度4度って焼けないですね。亀裂が入ってくるとやっぱりもう使えないので、これがホウボウの頭ですね。もう一度軽く沸騰させて、あと味噌を入れて仕上げに入りますので、ね、今日も赤が上がってこないので、今日は味噌を入れて仕上げに入ります。テレビはここしかお見せしないんですね。ここだけなんですよ、テレビでお見せするのは。ちょっと色具合を見まして、最後に軽くお味噌を焼いてあげるので、表面だけ焼くと、あのお味噌のしょっぱいところがいくらか柔らかくなるので、あとはおネギと弱火とご一緒にご調味いただくわけですね。ここは仕上げの動きですね。ここがテレビでやってるんですね。持たせまして、でこれからネギをちょっとだけ、せっかくですので石の力を利用してちょっとだけネギを焼いてあげるので、あとはこうお椀に岩のりが入ってますので、そちらの岩のりに合わせて今お持ちさせますので、すいません、こちらで完成になりますので。